ボンジーア、ボンジーア、ボンジーア、たまちゃんチャンネルです。さあ、最後の質問です。はい。子供の頃から絵本を読むと、お姫様がプリンスを待っている。もしお姫様が隣の白のお姫様を待っているラブストーリーの絵本あったらどうします？子供に読んであげますか？読む。こんな絵本を、あ、実際あるんですよね。うん、見つけました。この本は、そう、王様と王様、最後裏だけ見せてもいいかな。あ、王子と王子が結婚したって、うん、そう、あなた自身が LGBT でなくてもあなたの周りにきっといる。いいね、これ、うん、お姫様とお姫様の物語もありますよ。絵本出てます。あ、出てるんですか、うん、日本語で。ちょっといい、はい。子供の時こういう本読んで欲しかった。子供の時だけじゃなく、何年前に俺も、あれ、自分を LGBT の人って、あ、こういう本欲しかった。なんか普通、なんか男同士女同士もラブストーリー、そういうラブストーリーが読みたかったの。いいよね。これは可愛がってるクマのぬいぐるみが、実は僕じゃなくって私なんだって途中からお話してくれる本です。いいよね、うん、はい、では今日ここまでです。チャオチャオ。